何よりもやはり、本当に保護されるべき情報が大きく流出をしたという、大変深刻な問題である、そのような委託先との支配的な関係とかは、結をしていかなければいけない松本大臣はまた、行政指導の内容についてしっかりご理解いただきたいと述べました。 通信アプリ LINE の利用者の個人情報が大量に漏えいした問題をめぐっては総務省は運営する LINE ヤフーに2度の行政指導を行い韓国の IT 企業、ネイバーとの資本関係を早期に見直すよう求めています LINE ヤフーは今月ネイバーとの委託関係をほぼすべてのサービスで終了し自社で行っていくと発表しました。 こうした動きに韓国では最大野党、共に民主党などが反発しています。